さあ、そもそも準備の方はよろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。ね、紹介しました、ね、今回後半のスポンサー政治一つ目はシトロンパンサーさんです。よろしくお願いいたします。はい、あ、スタッフですね。はい、皆さん、ヨーヨーはおまけです。シトロンパンサーがスタッフこの位置です。シトロンパンサーはですね、今年でゴールドスポンサー3年目ということなんですが、やっぱりですね、まだまだシトパン知らないという人もね、多いんじゃないかと思いますので、今日はシトパンの解説をちょっと早くしてやっていきたいなと思います。はい、じゃあちょっとパワーを。はい、シトルムパンツァーとは、シトルムパンツァーストーリーブックを購入すると、劇中のバイメタルヨーヨーがおまけで付属するヨーヨーブランドです。ヨーヨーおまけです。はい、ついにですね、発行部数が1000部を突破しました。そして、おまけの、あ、拍手を送ります。ありがとうございます。おまけのバイメタル製造数も1000部を突破しました。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、一緒じゃない、本当に1000部を超えました。皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。ということでですね、今日はですね、もうヨーヨーの話しません。ストーリーブックの作者を紹介したいと思います。さっきね、ちょっとそこにいた人も見えちゃったかもしれないんですけれども、ちょっと空気を読んで、拍手でお迎えいただきたいと思います。いいですか皆さん、ちょっとここは空気を読んで拍手をお願いします。それでは、紹介しましょう。シトルムパンツァーストーリーブックのストーリー担当、元帥ことシトパンさんです。そしてストーリーブックの番外ラスト担当の、つぐみ鈴間先生です。はい、ジェミさん、すみません、つぐみさんぐらいはちょっと拍手してあげてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと遅れてすみません。はい、ですね、この2人がですね、シトルムパンツァーの、ストーリー担当と、イラスト担当の2人なんですけれども、じゃあそうですね、まずはですね、元帥から一言ご挨拶をいただきたいと思います。あ、元帥がすみません、今日風邪をひいていて声が出ないということなので、ちょっと元帥の代わりになる私が喋りますね。はい、ですね、シトルムパンツァーはですね、21世紀の新世代格闘技ヨーヨーフィストにチームシトルムパンツァーが挑むというね、ヨーヨーで戦う漫画を描いてるんですけど、劇中に登場するバイメタルヨーヨーはこの、たい焼きのウルトラマンのガチャピンが全部一人で作ってます。すごいですね、ありがとうございます。いや、この人ね、こう見えて結構すごいですよ。はい、じゃあ元帥の紹介は、これで終わりですね。はい、じゃあ次紹介しましょう。はい、イラスト担当のつぐみ鈴間先生です。はい、つぐみ鈴間先生なんですけど、こんな絵も描いてます。これ見たことあると思うんですけど、木戸慎也さんのヨーヨーニュースっていうサイトの、イラストですね。これ見たことある人いると思うんですけど、実はこれはつぐみ鈴間先生が描いてます。ありがとうございます。大変拍手ありがとうございます。はい、というわけでですね、ちょっとつぐみ先生からちょっとコメントをいただきたいと思います。いよいよはおまけです。シトルムパンツァー雑誌担当してます、つぐみ鈴間です。今日は全くいよいよ触ったことがなかったんですが、売り子もほどほどにさっきまでずっと擦り切れるまでよく練習してました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんね、シトパンってどんな気持ち悪いやつが作ってるんだろうって絶対思ってたと思うんですけど、こんな綺麗な人がね、描いてるんですってことはね、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。よろしくお願いします。で、早速新製品の紹介なんですけどもね、はい、こちら、今日発売ストーリーブック新機関とステルスオーガマーク2ということで、ですね、昔ステルスオーガっていうヨーヨーとストーリーブック、旧一巻という、ね、ものがあったんですけども、ちょっと廃盤になってまして、今回リニューアルして新機関と、マーク2ということで、発売できました。はい、で、旧一巻はですね、ちょっと鈴木先生まだ参加されてなかったんですけども、そうですよね、で今回の新一巻からは、松口先生が参加されていると、はい、ということで、ぜひね、全然内容が変わってます。ヨーヨーも全然違うものになってるので、ぜひね、こちらもゲットしてほしいなと思います。はい、ちょっとですね、ここでみんなステルスオーガマックスのスペック気になると思うんですけどね、ちょっと形状がちょっと変わったっていうのもあるんですけど、もう今日ヨーヨーの話ですね、しません。はい、ユアエンド TV 見てください。ユアエンド TV 見れば、岡田さんと木戸さんがね、ステルスオーガマックスの紹介絶対してくれますから、我々もヨーヨーのスペックの話とか、ね、絶対しないって決めてますんで、ヨーヨーのスペックの話はしません。ストーリーの話をしましょう。そうですね、はい、ストーリーブック新一巻の大まかなあらすじです。はい、その1、最近ね、ちょっとアイシルっていうちょっと危ない人たちがいますけれどもね、アイシルを吹っ飛ばすためには新しい兵器が必要だ、はい、よし、ヨーヨー兵器にしてしまおうということで、このステルスオーガを開発するんですね。はい、そして、ところがですね、ステルスオーガには欠陥があった、そこでですね、改良型エクリプスオーガという、3A のヨーヨーを、この女の子、日野かすみという29歳のヒロインなんですけれどもね、この日野かすみが作ったと。そして、エクリプスオーガのプレイヤーには日浦豪樹という、同級生の男の子が、男の子じゃ
道府県勢の荒さが選ばれたんですけれども、2人とも29歳の、男女ということで、首都パンの世界はね、男女関係とか結構大人向けに書いてるんで、そこら辺は注目してほしいなと思います。はい、そしてちょっとね、これ際どい話なんですけど、ようやくその3、欲求不満の荒さ女子が高校生に出し掛けをするっていうのが、ちょっと首都パンの新一巻の大まかな話の3本目でした。ちょっと多くは語りません。はい、買ってお楽しみください。はい、で次、ストーリーメイク7巻の動きですね。ここからが大事なんですよ。はい、いいですか。首都パンの世界ではていうかまだ7巻発売してないんですけどね、夏ぐらいで発売してるんですけど、ストーリーメイク7巻の予告ですね。首都パンの世界ではね、ヨーヨーホステスっていうね、職業があるんですよ。行ってみたい？行くと多分ね、あなたの技すごいわねって褒めてるんです。はい、でヨーヨーホステスからヨーヨー名刺の代わりにヨーヨーもらうんです。でキャバクラとか好きなお父さんとか絶対わかると思うんですけど、大体ね、水商売のお店行くと名刺もらえるんですよ。そうなんですか。そうなんです。あ、ホストクラブとか行ったことないですね。すいません。はい、で名刺の代わりに、紙の名刺じゃなくて、その自分の名前のロゴが入ったヨーヨーを名刺の代わりにあげるって、そういうシチュエーションですね。なるほど。でこの名刺代わりのヨーヨーが、おまけとしてついてくるということです。はい、はい、ちょっとテンション上がった人はお楽しみに。はい、そしてこの7巻まだもう一つ購入特典があります。はい、それがこちら、じゃん、購入特典ユキコの立体マスコットということです。立体マスコットって聞けばね、ああ、いかって多分分かると思うんですけど、立体マスコットが、ちょっと前の方で僕見せてあげましょうか。はい、立体マスコットがおまけでついてきます。数量限定になっちゃいますけどね。はい、皆さんね、これ立体マスコットと聞いて気になるのはですね、この立体部分の高さ、立体部分の高さがすごい気になると思うんですよ。これはね、こちらです。ファイヤーボール5個分です。おまけがついてくると。じゃあちょっと気になるのは触り心地いいっすよ。そうですよね。ちょっとマイクが遠いから入ったりとか、はい、ちょっと触り心地が皆さん気になると思うんで、ちょっと感想を聞いてみたいと思います。では、そうです。では私が失礼します。あ、ちょっと現世が触りに来たんで、ちょっと現世危ないんで止めてください。はい、ちょっとすみさんお願いします。はい、じゃあ失礼します。すごい気持ちいいですね。気持ちいいですか。はぁ、そうですね、僕もちょっと欲しくなっちゃいますね。じゃあ皆さん、これストーリーブック7巻出たらですね、ぜひゲットして触って楽しんでください。はい、7巻の予告でした。はい、じゃあ次8巻の予告しましょう。8巻の予告、はい、こちら、ストーリーブック8巻の予告、ごめんなさい、ストーリーブックの冊子がまだできてないんですが、もうヨーヨーだけはもう量産かけてるんで、パクファと言います。アンダーサイズのバイメタル、パクファ、まあ、ロシア語がね、パクファ、アンダーサイズのバイメタルと聞いてね、ワクワクしてる人はパクパクの名前覚えておいてください。で、またマスコットがつきます。マスコット第2弾がつきます。ちょっと笑顔はまだ秘密ということで、お楽しみに。両方ゲットして、どうぞ。さんあと2分ですよ。あと2分しかない、あと2分しかない、わかりました。じゃあ次のステップに行きます。はい、最近私どもね、下のパンダちょっと別シリーズということで、 D シリーズっていうヨーヨー D シリーズですか。はい、立ち上げます。じゃあこちら、はい、すすきの氏が手がけ、ちょっと待って、何立ち上げてんの。おいで、これ上がんの。おいで、許す、おやりです。なんと、今タイムキーパーやっていたこのすすきの坂ですね、そこそこってんです、手掛ける D シリーズというシリーズを立ち上げました。はい、こういう商品やめようね。はい、こちら、サイズイベアリングって、あ、知ってる人、あ、ちょいしかないですね、やっぱ知らない人多いですね。はい、サイズイベアリングって、ちょっと普通のベアリングちっちゃいベアリングなんですけど、ストロークパンツはね、これからはもうサイズイベアリング両方しかつかないって、もう、ほぼつかないって決めてますんで、サイズイベアリングをね、触ったことがないんだっていう人は、まずはですね、この D スターターというね、サイズイベアリングのスタートにどうぞという、ヨーヨーを手にして、そうですね、非常に手に取りやすいカードとか、ね、サイズとかね、いろいろ扱いやすいこだわって、僕も作らせていただきましたの で、ね、ぜひお楽しみいただければと思います。そう、この人が設計してるんです、小野さんが設計してるんですけど、これで、あ、サイズ D ペアリング、これ結構いいじゃん、知ってたもんじゃないなと思ったらですね、シュトルムパンツァーのサイズ D のバイメタルをゲットしていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、次に D シリーズもう一個あります。 D シリーズもう一個あります。はい、こちら第2弾、D ファラックスということで、こちらも、そうですね、月野さんが実は、はい、密かにシュトルムパンツァーに手を貸していたっていう衝撃の事実が
完備してしまったので、まあ、色々あるんですね、はい、まあ、あんな感じでちょっと4つ目をこうして全部でやっておりますので、そうですね、はい、スキノさんが設計する第2弾の要望もあるので、こちらもお楽しみください。ちなみにリーファランスはストーリーブックとセットになる予定です。ってことはスキノさん漫画のキャラクターになるのかな。それは知らないです。それはちょっと期待してまで、スキノさんが漫画のキャラクターになるかもしれません。こんなお世話になるよ、よろしくお願いします。じゃあ時間も、はい、いい感じまで10分過ぎました。じゃあ最後4人で締めの言葉言って終わりにします。はい、締めの言葉はこれですよ。はい、はい、せーの、ヨーヨーはです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。人間さん、本当にこの写真ありがとうございました。ありがとうございました。